愛がいっぱいある。สวัสดีครับสวัสดีค่ะทักครับคุณค่ะはいやっぱジャパンですはい今日はですねタイ人とね日本人の結婚についてちょっと情報をお伝えしていきたいというふうに思いますので最後まで見てくださいね。はい、やっぱジャパンはタイと日本の観光グルメスポット、そしてレアな情報をお届けする番組です。これまでに観光、そしてグルメ、はい、そしてその他様々な再生リスト作ってますのでぜひ見てくださいね。そしてまだやっぱジャパン登録していない方はぜひ登録のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。タイ人と日本人の結婚っていうことなんですけど、結構日本と違うのかな、合ってるのかな。ちょっと違うと思いますね。なるほどね。そこについて、僕結婚してますけど、はい、僕のケースも結構レアなケースだと思うので、今日はねプンちゃんにタイ人が結婚する時って、うん、どんなルールだったり文化があるのかっていうのをちょっと説明していただいて、で日本人の方で結婚する人はその点を必ず抑えないととんでもないというかね、失礼なことにもなりますので抑えていっていただきたいなというふうに思います。でタイ人って結婚するときにまずどんなことが必要なの？男性はね、女性のお父さんとお母さんに話しに行って、うん、はい、僕は結婚したいです、はい、で話したらその日にも新装って皆さん知ってますか？タイ語の新装、日本語って何ですか？日本語新装は結納金ですね、うん、結納金もその日も一緒に話すということなんですね。はい、だいたいいくらぐらい必要なんですか？大体は10万バースから100万バースにもあるんですね。なるほど。じゃあお金がない人はどうするの？お金ないな、どうしようと思ったら、まあ、結婚する前にお金貯めなきゃとか。そう、そういう意識あります。当たり前なんだ。そう、だから女のお父さんとお母さん会いに行く前にある程度、はいはい、貯めていくということですね。まあ台湾新装は 100% みんな知ってるんで、習慣もなってるし、みんな意識してるんですけど、はい、でもその家族によって、あ、いらないよ、うん、いいよとか、うん、いわゆるケースもある、いろんなケースがあるんですけど、でもまず新装のことは話し合いするんですけどっていうことですね。タイの方がやはりその辺のところまだまだですね、しっかりと新装、まあ、結納金のことどうするかって話が出てくるので、ここの点はぜひ注意をしておいていただきたいなっていうふうに思います。あ、ただね、僕ねこれ聞いたりとか見たりしたんですけど、結果的になんかその払った結納金がそのまま返ってきたみたいなケースとかっていうのもあるみたいなんですけど、うん、はい、結婚して、まあ、結婚式ちゃんとあげると思うんだけど、はい、あげた後でお父さんお母さんも、はい、ね、まあ、2人の生活、はい、新しい生活に対して頑張んなさい、ね、応援していきたいから、うんうん、それあなた使っていいよって言ってお金がもらえると、はい、多いです。じゃあ結局そうすると結納金を払いました、それがまた数ヶ月後に返ってくるっていうことなのかな。それもあるんですよ。それもケースバイケース、ケースバイケース。タイの結婚式は朝お坊さんが何人がいて、全部なんか祈りして、うん、その後にパレード、男性から女性の家まで行って、後ろのパーティーの人は必要なもの、例えば甘いものとかお肉とか、はいはい、木とかいろんな豊かなものが、そういう、まあ、お供えのものを揃えて、そう、車とか積んで、お金も持ってきて、はい、そう、その日 で女性のお家に着いたら向かうわけでね、そうやってね、うん、はい、で、店の女性に着いたら、うん、女性のお母さんとお父さんが、うん、まあ、座ってて、二人ともそのお金は渡すんですよ、はいはい、女性のお父さんとお母さん、はい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 、だからその結婚式に用意して全てあるということです、うん、なるほど。じゃあそれは、じゃあ例えば新装がなくていいよって言ったらどうするの？普通にストリオで写真、結婚式の服、はいはい、写真撮ってとか、まあ、日本でもそうですね、お金ない、お食事家族だけでとか、基本は結納金を決めて、結婚式いつやるって決めて、でパレードのように、まあ、奥さんのところに迎えに行って、で向こうのお父さんお母さんにお金をこうお渡しすると。はい、そうですね。わかりま
田中さんは何度かやりましたか？何度やってね。全然知らなかったんですか？知らなかったですね。その時は、いや、もしかしたらなんかこう全くゼロかどうか分からないけど、でもほぼ知らなかったし、タイの人と結婚するんだから結納金とかどうしようとか、何々どうしようっていうのを一切考えてないですね。まあ、基本は外国人と結婚するから違うところはあるくなんじゃないかなと調べてなかったし、調べてないですね。だからもうそういう意味で言うと、もうなんか日本人の感覚のまま、日本人の感覚のまま、いや結婚しなきゃと思って向こうのご両親に挨拶はしに行った。自分の親を連れて、奥さんのお父さんお母さんのところに娘さんをくださいっていうのは挨拶に行きました。だけどその時に結納金がどうだとか、結婚式やりますやりませんとかも一切話しせずに、まあ、結果的に僕らは結婚式その時挙げてないですね。経済的にもそんなに豊かな状況じゃない時期だったので、本当に奥さんが日本に来て大学で学校卒業して学費僕全部工面して、まあ、そういう状況でその後に卒業して結婚をすぐしたっていうですね。まあどっちかというと家族にもよりますよね。特に外国と結婚する方は、多分お互い気をつけてるんじゃないですか。あんまり余計なこととか知ら、相手に知らないこととか言ったら疑問になったりとかするのは、そうお金のことを一回になんか信頼できる男性とか、それね、これからなんか一緒に頑張っていく人とかね、その方が大事だからね。はい、じゃあ分かりました。まとめると、タイ人同士の結婚の場合はまず間違いなくこの結納金について考えなければいけないと、常識的に。そうです。男性はね、はい、外国人と結婚するケースの場合はそういうタイ人の当たり前の文化を理解して結納金のこと考えなきゃねってことですね、だけど向こうのご家庭の方、タイ人の方も、まあ、相手が外国人だからって言って、ね、この結納金のことについては、いやもらっていいのかどうかとかっていうことを考えてくれる可能性もあるし、まあ、そういった意味で言うと、まあ、僕のケースみたいに全く知らなくてっていうのと外国人っていうのもあって、結果的に結納金払ってねえやというまま、話し合いもしてねえやというまま結婚をするケースもあるかもしれないけど、常識的に考えたらやっぱ相手の国のことを考えましょうっていうことでは結納金の話が出てくるので、10万バーツから100万バーツぐらいっていうのが相場だって一般的に言われているので、まあその辺のところ考えておきましょうねってことですね。はいはい。自分の場合は違ったんだけど、はい、ね、よくその結婚した後に聞くのは、入籍をするのになんかチョンノン神の方に行くっていう風に聞いたんだけど。あ、そこ有名です。何何何それは有名で、あそこはバンラク役所です。はい、バンラクという、はい、区役所の名前です。バンラクの意味は愛がいっぱいあるところなんですけど、だからみんな結婚し届けしたらあそこに決まるんですよ。はい、なるほどね。日本と違って普通は、まあ、住民票が置いてあるとこ、住んでるところの、ね、区役所とかに近いとこ出しに行きますけど、はい、どこでもいいわけですね。そう、はい、それでそのバンラック区役所、愛がいっぱいっていう名前の区役所に出しに行くとまあ験担ぎじゃないけど幸せになれるよと、ねねね、いうような意味で、そのチョンノン市かな、歩いて行けるかな、はい、まあ、そのバンラック区役所の方に入籍届を出しに行く人がめちゃくちゃ多いみたいですね。はい、もし行ける機会があれば、ね、行ってみてください。まあ、大事に結婚する方ですね。ちなみに僕は普通に家の近くのパヤタイ区役所に。パヤタイ、パヤタイ、パヤタイ、はい、はい、というところで、タイもね、結納金っていう文化があるので日本と、まあ、同じですね。日本の場合は少し文化が薄れてきてる部分がありますけども、タイはまだまだですね、タイ人同士の結婚では結納金しっかりとですね、まあ、納めるというかお渡しするのがありますので、ぜひタイ人と結婚される日本人の方いらっしゃいましたら、この辺のところをぜひ押さえてくださいね。やっぱジャパン的にはですね、そのタイ人と日本人の結婚はもうウェルカムですので、はい、ぜひ参考にしていただければと思います。
います。まだですね、このヤッパジャパンの登録まだしてない方はぜひぜひここの下の登録の方お願いをします。お願いします、はい、それとまたヤッパジャパンの方でぜひこの話題扱ってほしいよなんてことがありましたら、ね、コメントの方いただければ、僕らの方でもですねそういったクリップ作っていきたいというふうに思ってますので、ぜひコメントの方もよろしくお願いします。じゃあまた次のクリップで会いましょう。次回のクリップ考えなかは、さわりかバイバイ。